人権を蹂躙されたことについては、これは世界中の誰もが人権であるということですね。人権蹂躙ということは十分理解できるところで、ところが、
私はあの、恥ずかしめも受けました。あるいは、武装解除という不足感もなしに、その役に立つ日本に帰ってまいりました。特殊な扱いを受けた人間にとって、現実の自分はあまりにも、私の国は、無難であり、悲しい現実であります。私は、あるほどね、敵には幸福しなかった。
日本人はこう来たと思います。自由であるべき日本に、なぜ私の自由もね、私の言うことは一致しな、すべてマスコミの攻撃の対象になったわけで、それからすでに30年も経ちます。いつか治るか、いつか立ち直るか思いますけど、ますますそれが更新して、現在のような靖国神社にお参りしないという、そういう良い必要があってたんですね。マルコスの一体に我々が共に戦う、彼は確かにゲリラの対象で、またそういう様も何回か言われますとか言いながら来てきたわけです。戦争の時、戦争があった時はもう戦争はだって終わりなんだよって、せっかく味方、敵味方なく国のために命を捧げた人々に敬意を表するというのは人間の考えことで、それを失っているのが現在の聖書であります。私はこれ以上何かを追求する気持ちはもはやしてません。てめえなんかには相手にならないから勝手にしろということで、だけどここにおられる大勢の方々は私のよりあと何年かというだけの、そういう年齢の方ではありません。これから何十年も生きていただかなければならない、あるいはこの大屋敷の日本の国のお米を食べ、玉水を水を飲みして行ってこられたその存在、あくまで国を守る、国を守らない限り自由の個人の個人で自由なんかありません。よく人権の人権って言われて、私はアフリカの砂漠に行って第4の前で人権だと胸を張ってんだ考えなくても結果は分かるだろう。彼らには人権は通ります。人権というのはお互いに相手を尊重するという了解のもと、そういう社会、あるいはそういう国の中において初めて言えることで、また思っていることであります。で、おかがない限りであり、私たちは人権と言っても何の効果もありません。である、国という大きな集団で外国に対して、あるいは外敵に対して自分たちが独立しているから、その社会の中で人権が保障されているわけで、決して一人一人が勝手に生きているわけではないわけで、というわけで国のために生きていただいた大勢の方々が、この人たちは国人ではない、改めて国とはいかがなのか、我々が生きているのはそこに守る根拠があって生かされているのか、そういうことはよく考えていただきたいと思います。今日は皆さんの前で当然というべきやる普通のことを申し上げたわけで、いまだに憲法の原文に平和や愛する諸国民のという書きがあって、自分たちの生存を他人に任せてしまった日本の憲法、これを約66年もほっぱらししてきたということになる。そこで憲法を入れ替えて、そういう政治家に政権を任さないようにしていただきたいと思います。いわゆる靖国神社は今の日本の国の中に来ている全部に対して一つの運営であります。日本人か、それとも演者か、それが靖国神社だと思います。ありがとうございます。先生、誠にありがとうございました。